皆さんこんにちは。来てくれてありがとう。始めましょう。よろしくお願いします。長岡青市ライオンズクラブが主催した講演会にはおよそ170人が集まりました。ガーナ出身の医師ムタル・サリフさんと妻のイリナ・シェフチェンコさんは去年5月から小千谷市に避難しています。講演では写真を交えながらイリナさんのふるさとドニプロなど侵攻を受けた町の現状を伝えました。そして今月末には侵攻から1年、憎しみが増幅し合い終わりが見えない、皆さんの支援で平和を取り戻してほしいと訴えかけました。